MLB、ヤンキースファン大谷だけ特別な、ホームラン画像作られてずるい。ジャッジも特別にしろ。ヤンキースファン、ずるいぞ大谷ばかり。一般ファンや2022年はジャッジも同じやったぞ。ヤンキースファン。まあ公式が丸太小屋谷なんやろな。ヤンキースファン以外のほぼ全員の呆れられてて草なんよ。ヤンキースファンなんかまともに相手してるだけ無駄な連中だぞ。それはそうやけど、ここまで母数が多いと目に余るから。だってジャッジは60本打ったことあるし特別じゃないやん。ジャッジの方がもっと上の世界におるってなんでファンが忘れとんねん。ジャッジは50本何回も打ってるし、あいつものことか、感あるからな。62本打ってる選手が55本って言われてもな。バリーボンズが3割40本100打点でおーおーおーってなるか。ジャッジはもうそういう次元や。選手会、米野球雑誌、ESPY、AP 通信等が選ぶ両リーグ含めた最優秀 MLB 選手賞は全部大谷に取られそうやな。またファンが発狂しそうやけど、こればっかりはしょうがない。これヤンキースファン目線からすると相当きついな。偉業達成した大谷がすごいのはわかるけど、ちょっとかわいそうではある。印象の大谷、数字のジャッジ。ヤンキースファンって巨人ファンと阪神ファンの悪いところを足して2をかけたような連中だからな。浅野が20本打ったら巨人ファン大喜びするけど、岡本が20本しか打たなかったらブチギレるやろ。それと一緒や。ジャッジは他の選手とは格が違うんよ。ジャッジのホームラン数なんかいずれ超えるやつは出るが、大谷の記録はアンタッチャブルに近いから、そら大谷の方がフォーカスされるだろ。ジャッジは畜生だったら悪党人気もつくんだけど、成人優等生キャラだからな、ちょっと気の毒な面もある。化け物すぎるのも考えもんだよな。他の選手が50本到達したらチーム公式総出で盛大に盛り上がるけど、ジャッジは今後50本いってもまあそうって感じでちょっと触れて終わりだわ。もう63本超えていくしかない？